こんばんは。ん。こんにちは。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってね。今ね、ちょっとテロップを打つところです。頑張ってます。今。ちょっと待って。うん。あ、こうか。ちょっと待って、ね。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと長いですけどはいお待たせしました皆さんこんにちは SKE48 十二期研究生愛知県出身中学2年生13歳のみやびいむこと長谷川みやびですよろしくお願いしますイエーイはい皆さんこんにちは <laughs> えっと今日は皆さんにねあ嬉しいお知らせがありましてなんと、えー AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦の予選1日目でなんとね8位8位を8位という順位をいただきましたありがとうございます嬉しいですねなんか 起きたた瞬間知らされたんですよなんかまだちょっと寝ぼけててそうお母さんに起こされて「もうわ」みたいな感じの時に「うわー」ーって感じの時にあのー「8位だって」みたいな。もう飛び起きましたねこれはもう <laughs> 本当に眠気が吹っ飛んだんですよその瞬間「何だって」みたいな感じで本当にびっくりしましたありがとうございますはい <laughs> 今日は期待できますねでもいい子は早く寝てくださいはいあのー、まあちょっと多分明日の朝とかなんですけど楽しみですねなんかドキドキしちゃうん早く放送されてほしいですねうん <laughs> リップありがとうございます今日はですね私はピンクちょっとピンクだよ うん、<laughs> アイドルちゃんみたいって言われたけど <laughs> ね、なんかそうなんかちょっと話題が出て嬉しかったですね。さつきとみやゆちゃん二人ともすごい、そうさつきち語いだよすごくない。本当に <laughs> 何これ <laughs> あのびっくり。 もうさつきちはあの一緒に収録したんですけど練習の時から声がもうすごい出ててパーすごいって思って <laughs> もう本当に「おおイエーイ!」って感じでした <laughs> ね同じ感じだったよ本当にすごいそう力強い歌声が好きですね皐月のねずっと聴いてたいぐらいねみやびちゃんもすごいんよ ありがとうございますはいでもまだ予選1日目なので、まあ、今日はどうなるか分かりませんがでもこの結果がすごい嬉しいのではいありがとうございます赤いスイートピー素敵だったよありがとうございますそうなんです私は松田聖子さんの「赤いスイートピー」を歌わせていただきました結構ねなんかうんーみたいな アイドルっぽい感じのね曲なのでなん,かあいなんか自分の声に合ったんじゃないかなと思いますちょっと自分にもおめでとうですねおめでとう自分 <laughs> 嬉しいですね心に花が咲きました花それは良かった <laughs> それは良かったですよ 大人っぽいというか雰囲気抜群でしたありがとうございます結構雰囲気作りも頑張りました <laughs> なんかなんかなんだろうすごいアイドルみたいな感じの曲なのでもうすごいなんだろう可愛く歌うように意識をしましたみやびちゃんは赤いスイートピーの世代なの いや世代ではないんですけど世代ではないどっちかっていうとおばあちゃんとかおじいちゃんとかかな <laughs> うんそんな感じ私は世代ではないんですけどでも楽しかったです <laughs> カラオケたくさん行ったのうんなんなか 2回ぐらい行ったんでですよそうでボイトレとかも行ったりして結構練習したんですよ。なんかなんか一回体調崩しちゃった時があってそれもそううんそうであの歌の練習行ってでそれでなんかボイトレもしてそしたら <laughs> なんか体調崩しちゃったんですよ。なんかよくわかんないけどうん なんかで立ち,立ち直る立ち直った、うん、復帰して練習してみたいな感じですせめてお父さんお母さん世代の曲と言ってくれええーうん <laughs> お母さんが赤ちゃんかそんぐらいかなママ安室ちゃん世代わ <laughs> かりました <laughs> そうお母さんは そうアムローナミエさんとかが好きでそうよく聞いてたらしいですよはいラブレターありがとうございますお母さん若い若いの <laughs> いやダメだ,めだこれ言ったらおママに怒られちゃう <laughs> ちょっと うん、まあまあまあなんかあのー、あの歌い終わったあとになんか多分私のことだと思うんですけど多分ねなんか他の曲も聴いてみたいみたいな感じで言ってくださってて審査員の方がなのでそういうなんだろうアイドル系の曲 だけじゃなくて他のねちょっとしんみりした <laughs> しんみりしたなんか結構高い音を出すのが得意なタイプなのでそうなのでそういうのも活かした歌が歌えたらいいんじゃないかなと思います。<laughs> 数年後には長谷川みやび世代って言われるようになるかもね。え、そうしたら嬉しいですね。長谷川みやび世代って <laughs> なんか嬉しいね。歴史に残るっていいですね。赤いスイートピー可愛くてアイドルでしたね。ありがとうございます。<laughs> ね。<laughs> なんかなんかかわなんかこういうさ感じて。 はいはいはいみたいな、ふわふわふわみたいな。ね、可愛い,い感じ。可愛い,い、可い、うん、うん、ありがとうございます。<laughs> なんか、なんか、今日はより照れるなんでだろう。うん、いつも照れるけど。<laughs> 加入前は歌のレゼストのミュージックスクールゼストミュージックスクールっていうところが境にあるんですけどそこであのー、1年ちょっとぐらい特待生としてレッスンを受けさせていただいていただいてなので歌とかダンスとか演技とかもしてました <laughs> はい うん、なので結構歌はうん、うん、自信はある方です <laughs> 自信ある方だよ放送は遅い時間だったけどみやびちゃんは見れたあの一応あの SKE のやつだけ一通り見て でその後にお風呂入って寝ました <laughs> ねあのなんか鉄板焼き屋さんみたいなところに行ったんですよでなんかちょうど帰ってちょっとしたら始まってわ、まあ、これは見逃せないってなって <laughs> 見ちゃった <laughs> 見ちゃった世間にミヤビームバレちゃったね <laughs> どういうことあミヤビームって知ってるの もうなんか学校の子に「ミヤ・ビーム」「この,子の前なんかミヤ・ビームって知ってるよね?」みたいな感じであのい,い,いてくれたんですけどもなんかすごい恥ずかしくて「あそうだよ」みたいな言うのもなんか恥ずかしいじゃないですか。なので「おおえな何それ?」みたいな <laughs> ごめんかしちゃった <laughs>。 本当に恥ずかしかかしったんんですよもううな,んかなんだろうほら小学生とかがさみやびーむってしてるならわかるけど一応中学2年生なのでまだ子供だけどでも恥ずかしくてうん <laughs> 恥ずかしくてちょっと知らないふりしちゃいましたそういう時もあるよね <laughs> あるよね、そういう時もえ皆さんあるよねあるよねみやびちゃんピヨピヨだから大丈夫だよあのー、ちょっと前までピヨピヨだったんだけど <laughs> ピヨピヨだったんですけど <laughs> あの<ー笑>今はもうピヨピヨじゃないです <laughs> いてないです。はいあのあのピョピョ言わないです。学校ではミヤビームは使わないですね。使わないんですよ。そう <laughs> 恥ずかしいだよちょっと。<laughs> たったあと審査員にミヤビーム出した。ミヤビーム出してないよ。まあってね出してないです。 皆さんあのちゃんと真面目にやるときはやるので私 <laughs> ちゃんと真面目にビジネスミアビームってことでそうビジネスミアビームはねそんなねあの そういう,こと <laughs> そういうこと, <laughs> そういうこと <laughs> まあ学校ではさすがにしないかなビジネスなのかはよくわかんない <laughs> なんかそういうのよくわかんないんですよな,な,なんでだろうでも学校でやってって言われても恥ずかしくてできないかもなんかみんな学校の子の前だと恥ずかしいけど皆さんの前だったら恥ずかしくないですなんでだろうね <laughs> なんでだろうねなんでだろうねみんなは同い年だけど皆さんは <laughs> みんなとみんな <laughs> 学校の子は同い年だからでも皆さんはあれじゃないですか多分私よりも年上の方が多いと思うので多分そういうことなんじゃないかなんだろう <laughs> 同級生にさそんなミヤビームってしたらえみたいなの惹かれちゃうからな, <laughs> なんかねだからそう 先輩になんか可愛がってもらって嬉しいのと一緒なんか先輩に甘えるみたいな,なんだろうそう,そういうのと一緒なんか可愛がってもらいたいなみたいなそういうのと一緒本当にそういうことそういうのと一緒、まあ、あの同級生の子とかには別になんだろう可愛がってもらいたいなとかそんなのないじゃないですか多分。 なんか仲良くしたいなぐらいだったらあるかもしれないけどなのでまあそういう感じです <laughs> なんか言い方が悪かったかもしれない <laughs> 言い方が悪かったかもしれない私も14歳ですあ同い年ですか <laughs> 同い年なのね同い年 つきちゃんには可愛がってもらいたいでしょだってさつきちゃんはさ違うもんなんかお姉さんだもんそう私が知ってる同級生の中で一番お姉さんな気がするよなんだろうなんかまあめっちゃお腹鳴るお腹空いてるのかなもうどうしようなんか <laughs> ごめんなさいもうなんか急にお腹鳴ってびっくりしちゃったちょっとねちょっと <laughs> ねびっくりした フ<何> <laughs> えな、ー、んだろうお腹空いてるのかなさっき炭酸ジュース飲んだからちょっと炭酸ジュースの飲みすぎかな <laughs> 大丈夫聞こえなかったふりをしますあ,あそうだね <laughs> あそ,うだね <laughs> そ、そうだねそうだね 昨日の鉄板焼きを思い出したああ食べたいですね卵焼きそう明太マヨーチーズ卵焼きみたいなのがすごいおいしいんですよ目の前で焼いてくれるんですけどなおいしいこと <laughs> えっとたくさんギフトありがとうございますニアビームは結構あの お腹が空いちゃうタイプなのでなんかお腹鳴るまでちょっとお腹空いてるって思ってなかったんですけどなんかお腹空いてるって感じてきたよ <laughs> お腹空いてるって感じてきたよね、本当にまあお腹が空くことです私はまあそんなミヤビームもね温かく見守っていただけたら嬉しいですお願いします 私はあの中学2年生なんで <laughs> 育ち盛りだからそうそうそう、まあ、でも身長の伸びとかあんま感じないんだよねなんでだろうなんか皐月ちゃんさんもなんかさ私の身長は明らかに超えてるんですよななんで <laughs> 本当になんでって感じうん何がいけないんだろう牛乳飲んでないとか寝てない えー、まあまあお父さんになんですよ私お父さんは1 7 0ンチギリないんですよギリギリないのでなのでまあお父さんに似たのかな似たのかなうん多分そうだねいいなさつきち身長伸びて私そんな変わってないんだけど1 8ンチとかしか伸びてないです多分。 うん <laughs> 本当に食べた分がビームで消費されちゃってるのかもそうかそうかだから配信中はお腹がすくんだ <laughs> まあ時間帯によるけどネルネルとか食べたらあ <laughs> またネルネル配信するかもね <laughs> したいですねパパにってことはパパもビーム打ってるのか パパ,パパはビーム打てないです私だけ <laughs> 私だけパパはねそんなビーム打てないんでパパビームは打てませんパパビームビーム1回何カロリーだろうね1対二 2, 2カロリー1対1で2カロリーでダブルビームだと4カロリーでハートだったら10カロリーなんか手の分だけ 猫ビームビ <laughs> ビーームムみたいなネコビームだったら4カロリーなんかこんな感じでどんどん足していくやつですなんかなんだっけこういうなんかペッ,ペッペッペッってさ4つゲームあるじゃないですか,なんかピッてやったらピッてなってピてそれと同じ容量多分足し算みたいな感じです うんカロリーオフだったらちょっとやる気なくて <laughs> みたいな本当にあれみたいなあの多分標準が定まらないって本当にカロリーオフだったらみたいな本当にこんなふおってなっちゃうから <laughs> ふおってねちょっとね うん、ちょっと擬音語しかなくて申し訳ないんですけど「優香たな」って入った時1 3 9センチだったのに今1 6 3センチあるからみやびもの飲めるよちょっと今度優香さんに。 と身長伸びる秘訣ちょっとお話しする機会あったら聞いてみたい <laughs> 聞いてみたいですそれがどんな手段であっても頑張りますあちょっとさすがになんかなんだろうちょっとなんか滝滝行みたいな修行するみたいなのはちょっとあのできないんですけど <laughs> うんできる範囲のことはね言いたいですね声かれることある声かれることは <laughs> 風邪ひいた時ああみたいな <laughs> 一回小学校12年生ぐらいの時にもすごい喉に痰が絡まって絶対しゃべれない時があってなんか焼きプリンが美味しかったんですよその時今も美味しいんですけどその熱の時は焼きプリンかゼリーみたいなうちでねなってて、まあ、焼きプリン珍しいかも珍しくないかなどうなんだろう焼きプリンを食べるんですよ プリみたいな <laughs> さんあ分かった分かったみたいな本当にね,ねその時は大変でした短が絡むって辛いです皆さん風には気をつけましょう6月2日の制服の目公演はさつきちちゃんの生誕に加えて歌唱力の話題で持ちきりになりそうだねそうですねさつきちの生誕は私にお手紙読みたいんですよしかもさつきちの生誕祭の頃にはあの 結果が出てるじゃないですか特に気になりますよね気になっちゃう気になっちゃうよね楽しみだ <laughs> 楽しみだ楽しみですね <laughs> 楽しみですねなんかケーキでもなんでもいいからとりあえず 花束でもい何か, <laughs> か「きちに何か私何かしたい」みたいなお,お手紙も読みたいしまあ花束をね「はい」って私のしケーキをこうやって持ってくるのもいいしねえ何、ね、か司会はちょっとまあまあまあ頑張れば大丈夫さつきちゃんさつきちはね本当に努力家でみたいないねっ。 ちょっと、ちょ考えてる。ちょっと、いや、お手紙読むってなったら、噛じゃいけないような、後がちょっとね、シュミュレーションしちゃってる。<laughs> 自分がいるので。ね、でも、結構音読には自信あるので、ぜひよろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。手紙読みたいです。お願いします。後ろからビームは、あつ、あ、スピーチしてる時ですか。 <laughs> あのサツキチとこうなんだろう対角線上って言うんですかこういうのってにいる人が <laughs> いる人も受けちゃう皐月皐月皐月んミヤビンミヤビンまあアサツバリア,リアなのかなサツバリアしてくれるのかもしれないですねもう意識にちょっとお水飲みます <laughs> 手紙読みながら泣いちゃいそうそ,そういうねそういうちょっとあのねちょっと危機危機も感じてるんです手紙を見ながら泣いたらどうしようかなっえっ「ツキチちみたいな感じで本当に <laughs> なんに泣いちゃうかもしれないですよね、まあ、多分読んでるのに集中してると思うんで泣かないかもしれないけど泣くかもしれない。 あなたはとても美しく歌いますありがとうございます <laughs> ありがとうございます美しく歌うってなんかす,すごい素敵ですねなんか素敵。別の子がお手紙読んでたら「ミヤビームで成敗大だミヤビーム <laughs> そんなそんな最低なことはしないよ」ねちょっとねうん泣たかったなとか思いながら多分泣いてます あの読みたかったから泣いてるんじゃなくて多分さあのなんだろう皐月が可愛すぎて泣いてるかもしれないえでもこんだけ泣く泣く言ってて泣かなかったらあれなので、はい、そうなんかえ心の中ではすごい感動してるんですよいつもね映画の時とかまあ俳優の映画とかもそうだったんですけど心の中では感動してても涙がここまで来てるのに垂れてこないみたいなそう。 そういう時は思いっきり泣きたいタイプなので途中で泊まられるとちょっと困っちゃいますよね。配給の映画とかもうわーみたいな感じで帰りたかったのにもう泣くって決めてきたのにうわーみたいなね。はあみたいな感じで帰り油そば食べて帰りました。<laughs> なんやねん当に。<laughs> ねに。んな,なんだろうね。もうそういう。ねなんでだろう。ね何が。 泣く,泣く壺に入ほんと、ね、にでも油そば美味しかったですねちょっとカロリー高いかもしれないけどそういうのもいいよね <laughs> ハンカチ用意してるのに外れたさつきちさいじゃあもう M で M でもうハハ DMM でハハ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  なんかサイリウムをハンカチ代わりにん？ハンカチ <laughs> サイリウムハンカチ代わりにしたらダメだ壊れちゃうかもだからハンカチを緑白にしてまあついでにピンク水色白も持っていただいてあ別にまああ、まあま別、あ、に置いといてくださってもいいんですけど緑白は確実に持ってハンカチをねこの緑と白のハンカチをでもうさつきちがスピーチした瞬間によーみたいなおーみたいなもう大号泣 でもなんかおさつきちのメンバーからのハンカチ足りないもピンク水色白はみたいな感じで、はいそういう計画でもいいと思います。ピンク水色白じゃなくてもまあ他の色でも大丈夫だよ。なんか例えばね緑と白とか緑と白とか緑と白とかいっぱい用意しておくのもいいと思います。<laughs> いっぱいね用意していただいてハンカチ うちわとペンラインを持ってるからハンカチ持つ手がないそういう時はもうもうしろなんか食事する時みたいになんかハンカチをこうやってこの中に入れておくのはいかがでしょうかあのー、もうちょっとまあうちわは、まあ、まあその時はちょっとうちわがペンラインとはなんか膝の上に置くことになるんですけどそれでもいいかも 緑と白は誰のペンライト緑と白はあの加藤さつきちゃんのペンライトです生誕祭、ね、私も緑と白こうやって半分にきれいに分かれてるのを見るのがすごい楽しみなんか3色は今まで見たことあるんですけど間近でね2色が見たことないんですよ楽しみだー <laughs> 楽しみね絵で説明したえ絵で絵で絵、えー、でえっ、ー、と えっとお家で見る方にはあまあまあうちわとか持ってたらまああれかじゃあ全あのみんな共通でまあまずあのとりあえずねえー、えー、とこんな感じで。 こんな感じでいいるじゃないですかちねっと待ってね,ちょっと待ってねこんな感じでねこんな感じでまあファンの方としましょうちょっと髪型がギザギザなんですけどちょっとね雑でごめんねあのこんな感じでいるじゃないですかファンの方がねでそしたら、まあ、まあファンの方はさつきちのペンライトさつきちのペンライトと まあうちはを持ってるわけじゃないですか。持ってる方はね。うちはを持ってる方は、うちはを持ってるわけじゃないですか。そう。こうね。こんな感じでね。持ってるじゃないですか。まあ、いわゆるこんな感じですね。<laughs> で、そしたらですね。うーんと まああのーまあ、ハンカチが必要なわけですよ、これは。まあ、ハンカチが必要。でも、うちはとべないと思ってて、持てない、どうしよう、そういう時は、この、首にかけることをおすすめいたします。こうやってね、あのー、やり方は簡単です。あの服あるじゃないですか、こうやってね、なんかちょっと服の首のところね、服のこの首のところです、これは、これ。で、ここにハンカチあるじゃないですか。この このねハンカチねこれハンカチですからねでこれがくあのー、首のところねっていうこれを入れ込むそうちょっとねここら辺の先の方を折り込むそう折り込むことで、まあ、こうなるわけですねはいまあ食事する時みたいな感じになるんですけどあのー、もしあのハンカチ必須だと思ったらこうしていくと <laughs> いいかもしれません これがミヤビームのサイリウムもうちは守っててハンカチが持ってない時のね対処方法なんかその絵自分に見えてきたな <laughs> 自分に見えてきちゃった赤ちゃんになってしまうようなあ大丈夫大丈夫大丈夫ですあのなんだろう赤ちゃんはこんな感じだけど あのカクカクしてるので大丈夫 <laughs> なのであのもし私がこんなねこんな感じの方を見かけましたらあ私のショールーム見てくださったんだなありがとうとね思います <laughs> はいなのでもしねもしもしためあ,のあのであれば皆さんぜ是非試してみてね ハンカチ頭に巻くのはダメですか頭に巻くのもありですねこんな感じでこんな感じで頭に巻くのもありかもしれませんほらでももしかしたら夏でちょっと熱がこもって暑いかもしれないので まあでもこっちもちょっと首がちょっとねモゴ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 んだろうごわごわしてちょっとわーって感じのねちょっと感じる方もいるかもしれないんですけどはいこうまあまあこういうのでもねいいと思いますちょっとなんだろう量子さんチックでねいいですよねうんなのではい皆さん頭に巻くか それともこちらのハンカチにするかどっちかを選んでさつ吉の生誕祭にレッツゴーあもちろんあのねそのままなんだろうノーマルのままで着ていただいても大丈夫ですはい特に特,特にねこれといった決まりはないので皆さんのお好きな格好でご自由にお越しくださいちゃんと服は着てきてね <laughs> 着てきてください 歌唱力見たよ。8位おめでとう。ありがとうございます。<laughs> 嬉しい。ね、もう、ね、まさか、そう、予選1日目でしかも8位がもらえるなんて思ってもなかったので、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。みやびちゃんのおすすめはなかなか面白いですね。みやびちゃん、ちょっとセンスあるかもしれないね。<laughs> ね、センスあるかもしれない。 ビームとサツキチ決勝行けたらいいね,ねぜひねサツキチと一緒にね、まあ、東京行って東京行きたいですね決勝ね行きたいですね服を着ないで来る人いないやろさすがにねそんな人はねいないと思いますけど、まあ、念のため言っておきました絶対いないけどね絶対絶対の絶対にいないけどね絶対の絶対にね いないけどまあ皆さんハンカチをここの中に突っ込むかここの頭に巻いてくるかどっちか二択でお越しくださいビーム一人だと一緒に寝てくれる人いないから困るよねそうなんですよ <laughs> あのー、困っちゃう <laughs> 1で一人で寝たことがなくてそんなもうなくて何だろうあとでお母さんもなんかお母さんがちょっと遅めに歯磨きしてとかならあるけど本当に私単独で寝たことないかもしれません本当になんか熱の時とかみたいな熱の時はもうそんな1人とかもそんな感じじゃないので。 服がハンカチかもしれないあーなるほどもう服でみたいなねあそれでもいいかもあでも鼻水が垂れてきたらちょっとあれなので、まあ、ティッシュも皆さん用意しておきましょうティッシュ大事です私あの泣いたら結構鼻水がねもうズーズー出ちゃうタイプなので皆さんあのハンカチティッシュ忘れずにねあのハンカチは手洗った後のねこういうのにも使えますしティッシュはお口も拭けますしね汗も拭けますし まあどっちも汗拭けるけどね。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。<laughs> 服で服。これは新しいダジャネの誕生です。 服で服うん服で服みなさんご一緒に服で服服で服服で服ありがとうございますあまあ言っていただいたかどうかもまあい,いいとしてはい皆さんもねこれダジャレでパンと一つ増えたと思うのでぜひ会社や学校とかでまあご家庭でも 試してみてみくださいあのワンちゃんとかね、服で服っていうね言ったらどうなるんだろうね、気になる。なんか喜ぶかもしれないし、みたいな感じで、ちょっと冷たい目で見られるかもしれないし、わ、まあ、かんないんですけど、はい。あ、皆さん、ちゃんとリピートしてくれてありがとうございます。<laughs> 今のダジャレのおかげで涼しくなった。<laughs> よかった <laughs>。ね、でも、ね、暑いよね。暑いですよね。 今日ね、暑いですね。夏は半袖ポロシャツでいっております。ね、あの、普通のシャツだと、ちょっと汗を吸い取りにくいので、ポロシャツですね。まだまだ先だけど、ミアビームの生誕祭が楽しむ。まあ、大丈夫、楽しみです。もう、ピンク、水色、白にね、もう全部詰まるかと思うと、まあ、嬉しいですね。ダンスも。 もうなんかうおーみたいな <laughs> ねより気合が入りますねやっぱりサイリウム自分のサイリウム見つけるとやっぱ嬉しいですああみたいなね嬉しいですね持ってくださること自体が嬉しいですよ だってあんな振ってたらね、まあ指、もうこんな持ってたら筋肉痛になるしまあこれでも、これの方もいるかもしれないけど。わざわざ振って、持っていただいてるのが、また嬉しいです。ありがとうございます。<laughs> ビームせ生誕十一月末くらいかな。かな。<laughs> ね、楽しみですね、生誕祭、わあ。 <laughs> あのまあ誕生日が遅い分まあちょっと生誕祭も初めての生誕祭もおさめなんですけど皆さんあの気長に首を長くしてっていうのお待ちいただけたら嬉しいですそういえばまつげむちゃくちゃ長かったね自分でも思いましたなんかまつげ多くないみたいな思いましたなんかどうですかかかななんん斜めから見るとよりなんか 嬉しいみたいな <laughs> 嬉しいみたいな感じになる。ね。まつげ多いよね <laughs>。前から思ってたんですよ。まつげ多くてどうしようって思っちゃって <laughs>。一緒に4歳祝おうな。皆さん。1が抜けております。1が,が抜けてるよ。ダメ。ここ重要です。もう10歳も違っちゃうので、まあ、いい一応1だけね。 あの4の前にね1を足していただけるととっても嬉しいです生誕祭の頃には身長1 6 0ンチ超えてるかなえそんな伸びるかな急激にだって1 6 8ンチになるっていうことは多分5 2ンチとか伸びるまあ5ンチか5ンチぐらい一気に伸びるわけでしょやばいですね <laughs> でもそうなってたら嬉しいですね 幼幼稚園児幼稚園園児児今,今度4歳ですみたいな <laughs> 4歳だったのかどうりで幼いと思った <laughs> 確かにちょっと結構ね、あのー、これお姉さん方にねあの昨日の歌唱力で思ったんですけどお姉さん方が続いて私を見るとやっぱ幼く感じるのかなとは思うんですけど14歳ですので、はい、まああの一をね忘れずにつけていただいたらと思いますはいよろしくお願いします 4歳の歳で踊れたらすごいですよね4歳で歌え4歳ってもうそんな言葉は分かんなくないですかなんか本当になんだろう「うまるちゃんやめて」<laughs> みたいな喧嘩した時はそうなるんですよ「やめてうわ」みたいな本当にそんな感じでした私おままごと大好きでねね なんか狭い空間が、ね、なんか段ボールで囲まれたりとかそういうのも好きでしたなんか銭湯みたいなのやりましたね段ボールでやめてとかもう転んだだけみたいな <laughs> あとはそうだなえー、っともうなんか毛玉とか見た時「ムーシーとか言ったりあとは あのー、なんかちょっとねぶつけたりとかして何も,しな何もなってないのに「痛い!」って言って絆創膏貼ったらねスッって貼るっていう、ね、お母さんに聞きました全部 <laughs> やっぱお腹空いてるのかなちょっと、ま、聞こえなかったこと <laughs> そういうのもありましたね本当に「やめて」でしたね「やめて」「やめて」 やめて、本当に「やめて」みたいな <laughs> なんかいい感じにデコを起こしてましたね発音がね <laughs> 懐かしいですねそうなんか体育祭の時になんかししくてて泣いたた時ありましたなんか友達に声かけたんですけどその友達もなんか恥ずかしくて泣いちゃっててう みたいなもう二人で二人でギャン泣きしちゃったとかそういう覚えもありますねなんかマッチョマッチョみたいな <laughs> なんかウェ、えーみたいなそんな感じだったんですよ曲がね私その当時は恥ずかしくてまあ今,今は分かんないですけど恥ずかしいかどうかは恥ずかしくてもうもうみたいな感じだったんですよで なんか友達にとなんか友達と喋ってちょっとでも和らげようと思ったらその友達も「うわ!」みたいな,なんか人も間違えたのかな違う子でその子めっちゃ泣いてて「うわ!」みたいな感じであの本当になのであの私も泣いちゃって「うわ!」みたいなもうずっと二人で立ちながら泣いてて踊らずに。<laughs> ね、懐かしいですね <laughs> 泣きと泣きのオンパレードですよみんなこうやって真面目にちゃんとなんかこんな感じで踊ってるのにまあ踊りは覚えてないんですけど二人だけ「うわ」みたいな感じでねいもう面白いことですねまあ面白いですね懐かしい <laughs> ねなんでその曲だったのかもよく分かんないです、ね、なんかね 小学校で小学校ソーランブ節やらなかったかも <laughs> 中学1年生の時にソーランブ節やったんですよあーどっこいしょ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 みたいなね感じでやったんですよそうあのなかなか体育祭の練習に参加できなかったんですよまあ忙しくてでも もうすぐに覚えられたんですよ。なんかダンスやってるからかなってちょっと感激しちゃいました。<laughs> そう、意外とね。完璧に踊れてた。自信ありますよ。<laughs> ね。なんかしかもなんかめっちゃ移動とかもそれですよ。ダーって走って。そらそらやーみたいな。本当にもうだだ。だだ,だ。あってもうなんか女子と男子に分かれてるんですよ。もう男子がなんか？ なん,かいなんか踊ってる時にも女子めっちゃ移動してもう走り回って「はあ」みたいなもうんか最初の頃はなんか面白すぎて <laughs>、ね、面白すぎて笑,笑いながら走ってましたしかも振りとかも分かんないから友達見ながら「<laughs>」みたいな <laughs> 本当にあっ前髪がはい本当にそんな感じでした みたいな、本当に。あ、あ、おーみたいな。懐かしいですね。まだ1年も経ってないですけどね。もうすぐで1年経っちゃいますよ。<laughs> 小学校の運動会になるビデオを撮ってたりしないかな <laughs> それがですね。あまあ小学校の運動会は撮ってた。あと、保育園の学芸会とか。私は、保育園の学芸会は、魔法使いとかやってました。 なんか赤ずきんちゃんのやつで今だったら絶対赤ずきんちゃんやりたいんですよなんかこうヒラヒラヒラってしたいじゃないですかなのに多分ステッキなんかまあフリキュアとか大好きな時だったんで、まあ、ステッキとかに憧れて、まあ、魔法使いにしたんだろうねはいうーわーみたいなステッキ持ってて嬉しかったですね みやびちゃんの幼稚園、小学生の時の写真を見てみたいね。なんかで公開したことあったかななんか、保育園の時の写真が、なんか、みかんぜん TV さんの、みかんぜん TV さんでちょこっとだけ紹介された時がありましたあのか。あの、ちゃんとしたところで撮って、ドレスとか着てて、多分3歳かな 3歳のお誕生日の時に水色のドレスを着て撮ったんですよ今見たらちょっと自分で言うのはなんですけど可愛い,いって思ってなんだろうドレスが <laughs> ドレスがなんか後ろにおリりンとかもついてて可愛い,いんですよそう私、あのー、毎年、まあ、まあ中学生になってから撮ってないんですけど小学校6年生ぐらいまでずっとね まあ毎年のように撮ってたのでそうそんな水色の可愛いドレスがあったのかって思って本当にもうこんな感じででっかいリボンがついてて <laughs> 可愛かったですドレスがはい無邪気な笑顔もすてでしたね「はあはあ」みたいな, <laughs> みたいな、うん、だんだんねなんか年がね あ,あのー、くいがいが学年が上がっていくにつれてみたいなごめんみたいな本当にこんな感じだったの,あの実際生写真とかでも本当にみたいな,な半目ですかみたいなね今はちょっと目をパッチリ開き取るようにしてます <laughs> パッチリ開けてね <laughs> 水色の妖精さんだねそうその時は水色の妖精さんだったか <laughs>、はい。あそうだで、まあ、中学生の体育祭体育会運動会体育運動会運動会体育祭っていいかあのー、お母さんが見に来てくれる予定だったんですよ。まあ、お父さんはお仕事だったのでお母さんが見に来てくれる予定だったんですよ。でお母さんねもっ あのちゃんんと学校行ったんですよでそしたら「終わってたんですよ騒乱節」<laughs> がちょうど終わったところでお母さん来たらしくてあのお母さんが学校の周りを「あもうちょいだ!」って歩いてるところになんか「騒乱節」が「チュー!」って終わった音が聞こえたらしくて「えー?」みたいな感じで急いで行ってでそこら辺にいる先生にあの「1年生って終わりましたか?」って聞いたら「 あさっき終わりましたとか言って <laughs> 言われたらしくて <laughs> めっちゃ面白いですよねでその後帰ったらしいです何しに来たんだ <laughs> 本当にそう突っ込みたくなってしまうようなねあの帰って「どうだったそうらシって聞いたらごめん見えなかった <laughs> なんかもうショックというより面白くて <laughs> もう本当に面白かったです はい。本当に面白かった <laughs> ね時間とか出てなかったのかな,なんか順番は出てたんですけど時間が出てなくてそう残念でしたねその後の3年生の競技とか本当に面白かったですはい。<laughs> はい。まあ本当に面白い体育祭でしたね。いい思い出ですね。そう。あと、何だったっけ何かを忘れたんですよ。体育祭で。何かを忘れてお母さんに届けてもらったんですよ。何かを忘れた。本当に。そう。小学校の時とかよくありましたね。届けてもらうって。ね。今思えば贅沢ですよね。 今忘れ物しても届けてもらってないですさすがになんか習字道具とか忘れたら届けてもらってたな <laughs> 懐かしいですねママ間に合わずダジャレになりそうでならないなママまマ間に合わずん難しいですね体操服とか間違えて給食袋持ってきたえなんだったっけ本当に じゃん教科書 <laughs> 体育祭に全く関係のないものを忘れたんですよ家庭科の教科科書だったったけな <laughs> なんんか覚えてるんですよ家庭科があるのに家庭科の教科書を忘れてきちゃってまあ体育祭じゃなくてなんか体育祭の練習とかだったかもしれないんですけど体ああ家庭科の教科書忘れたってなっちゃって焦ってそう で、どうしたんでしょうね。お母さんが気づいたのかな。それか。先生に言って、うわ、教科書忘れちゃったって、お母さんに電話してくださいって言って。小学校の頃もよかったんですよ。届けてもらってくださいみたいな。ね、お母さん、大変でしたよね。ね、本当にびっくり。 今思えば教科書なんて忘れてもいいじゃないかとね今日なんだろう友達に見せてもらえるじゃんみたいななんだったんだろうね隣の席の子がどうしてもどうしてもどうしても近寄りがたかったとかそういう感じかな <laughs> ね、まあ今はお祈弁をしておりますはいもうほぼほぼほぼお祈弁荷物も軽くていいですよ <laughs> 連絡ししてくれる先生も優しいねねそうです、ねまあ、中学校はさすがになかったかなそう小学校の先生は本当に優しかったので電話してくれましたね <laughs> 先生にもたくさん迷惑をかけましたお世話になりましたね私めっちゃ怪我したんですよ小学校6年生の時めっちゃ怪我したりもういろんなことがあってそうもうお本当に先生 先生にお世話になることが本当に多くて怪我した時もコンクリートの上でずっこけたんですよ「ずっこー!」って言って私園芸委員会だったんですけどずっこーってずっこけちゃってもう、ね、すりむいてそう今までもまああとは残っちゃってるんですけどまあそんな気にならないんですけどその時に「うわーみたいな「えー、もうどうしよう!」みたいなね 感じになっっててお母さん呼ん呼でもらって <laughs> そうなんかでも怪我した時ってお母さんに怒られると思っちゃうんですよ私もお母さんうんうんうん、なんかお母さんに怒られると思って「何で転んだの?」みたいなねな,なんで怒られると思ったんだろうなんかそう思うらしいですあわかりますわかりますかわかりますかその気持ち分かっちゃう嬉しいですね <laughs> ね、なんか多分、そういうね、まあ、中学生、小学生、まあ、ちっちゃい子、まあ、特待生だったのもあったかもだけど、まあ、イベントもちょっと2か月後とかぐらいにあってそう、まあ、でも練習はサポーターとかしながらしてましたあとはなんドッジボールしてたんですよ。なんか レクリエーションみたいなので学級でねあのドッジボールしてたんですけどあのめっちゃもうなんかブワンって投げてくる子がいてブワンみたいなねあもうそのボールがちょうどなんかここら辺の,あの首あたりに当たってもうあの私すごい心配性なのでもうギャン泣きですねうわみたいなな喉なので歌うじゃないですか。 それも小学校6年生の時なんですけど、歌うじゃないですか。なのでもう私歌えないかもしれないとか言ってめっちゃ泣いてました。面白いですね。ね。たくさんお世話になりましたね。はい。うん。たくさん泣いて。なんか、ね。<laughs> ドッジボールの時は結構、なんか、 お母さんにも、おぉみたいな感じの、感じだったんですけど、面白い。みやびちゃんの思い出めっちゃ泣いてない <laughs>。なんかね。あ、でもめっちゃ笑っ、最近はめっちゃ笑ってます。もうなんか、なんだろ、う周りの子が面白すぎて。本当に <laughs>。なんか、先生に、キノコの山か赤い狐どっちが好きですかとか聞いてくる <laughs> 聞、聞く子もいて、うん、ね。 本当に面白い。ね。みやびちゃん結構男の子のような性格もあるのか。か結構アクティブなタイプ。運動はできないけど、ドッジボールがそういうの好きなタイプです。ボールもヘナヘナなんですけど、そう。そんなね、ブおーンみたいな感じじゃないんですよ。ウォーみたいな感じなんですけど、まあ、運動は好き。バレーボールとか、ね、好きです。 最近学校の授業でバレーボールをやってるんですけどなんか先生先生がなんか先生とあとその他の数人でなんかなんか,なんかアンオーバーかアンダーであのー、あオーバーハンドパスかアンダーハンドパスで、あのー、なんかボールをつなぎ合いましょうみたいなのがあってまあうんつなぐ。 で、なんかそれがあってで、先生たちと一緒にやったんですけど私のグループはなんか先生がなんだろうしゃがんでなんだろうえー、っと深くってあるじゃないですかわか,かりますかなんか体,体操の時になんかこんな感じでスパイダーマンのやつみたいなこういうこういうのあるじゃないですか。 でその体勢でこうやってレシーブしててでそれ私配給で見たことあったんですよこうやってしてるのわっ配給だって思って感動しちゃいました <laughs> ね本当に感動しました間近で見るの初めてだったんですよ私はまあ一回一回ちょっと奇跡的なレシーブをしましたおおみたいな <laughs> ロローリングサンダーー、まあ、ーリリンンンンググササダダまあですね結構ローリングサンダーでしたあのー、くるっと回転してこれやったら本当にローリングサンダーだなって思いましたドッジボール逃げるみやびちゃんみたい <laughs> ドッジボールは逃げたり投げたりまあ逃げることが多いですねあ基本的に強い子がクボンって投げるんでもう強い子ってもうなんかボールが一直線になるんですよ ブーオンみたいな、本当に。もうなんか、ブーオンって音しそうだなっていうか、ブオンみたいな感じで、もうなんか、それが続くんですよ。強い子同士が、あの、投げ合ったら、ブおオンブん、オンブオンみたいな感じで、もう、避けるのにも必死だし、もう、外野行きたいとか思いました <laughs>。でも、外野でも、私は人を当てることができたので。パワー。<laughs> 外野行ったら結構外野に残っちゃうタイプなんですけどでもその時はなんか奇跡的になんか当てれましたいい感じに後ろ向いてたのに <laughs> 皆さんもドッジボールの時は後ろを向いてる人を、ね、背中こっちに背中向けてる方を当てましょう「お顔だけはもう」ってねママより「<laughs> お顔だけはそう <laughs>」 そう結構私ビビりだし心配性なのでそうしかも顔顔に当たったらもうすごい痛いしもう腫れたりするかもしれないじゃないですか <laughs> 本当に顔だけに当てたくなくてもうなんか本当にもうどうしようどう「どうしよう」「どうしよう」みたいな感じもう顔に当たったらもう本当にもうピーピーみたいな歌詞でしょ「うわ」みたいなアニメでよく見るやつでしょなんかスローモーションで「うわ」みたいな 顔が腫れるの嫌ですねもうなん,かなんかよりこんなになっちゃう嫌です可愛いから的にできんわありがとうございます <laughs>、ね、うれ嬉しいですねまあでも、まあ、程よく、まあ、スリルがないと楽しめないので。 うん、散々なんか怖い怖い言っておきながらこんなこと言うのもなんですけどまあ一応ちょっとなんかいい感じに投げてほしいですうん、うん、ブーンは怖いのでふわ <laughs> おーみたいな感じでいい本当におったみたいな顔面レシーブ得意だったりあどうだろうお顔に もう顔なんて気にしないぜって感じだったらいけるかもそう私はもうなんか運動のもう9割ぐらいが心配でできないみたいなビビーでできないもしかしたらビビーとか心配症要素なくしたらできるかもしれないんですよ練習とかすればね多分 多分ビビるだからまあこれはしょうがないですね本当にまあでもホラーゲーム実況は好きです <laughs> ホラーゲーム実況は好きあのよっぽど怖いやつはちょっと見れないんですけどでも面白い人のバイオハザードとかは本当に面白いです スカイダイビングとか言ったスカイダイダビングはもうやだやだ降りたくないわーみたいな感じで飛び降りてもう一回やりたい楽しかったもう一回やりたいってなってあのーうわー怖いわーもう一回やりたいみたいなずっと繰り返すタイプですね多分そういう感じだと思いますそうだと思うみやびちゃんのホラーゲーム実況がみたいです イエビちゃんんは8番出口しかしかたことないんですホラーゲーム実況好きなんですけどさすがにねあの何だろうなんて言うんですかまだ13歳なので対象年齢があれならの時とかあるじゃないですかなのでそこまでできないんですけどでも8番出口はまあちょっと簡単な方 ホラーゲームでも多分 <laughs> ホラーゲーム実況見てるから一人で寝られないんで <laughs> どうなんだろうどうなんだろうね <laughs> どうなんでしょういっぱいうんでも今度ちょっと一人で寝てみようかなと考えてるでもそれで寝れなかったらどうしようホラーゲーム実況流しながら寝る かかんやないかーいないいめっちゃ音楽を流して「怖くない怖くない怖くない」みたいな感じで寝たら多分寝れるでも一人で寝れたらそれでいいですよねねまあ一人一つなのでまさつきちも一緒に寝てくれるけど狭いんじゃないかなと思って私は全然小狭くても寝れるんですけど まあ、今度かな、一人で寝るとした。いつも八番出口から劇場行きます。八番出口ね。ね、でも、あ、あの八番出口は、皆さんご安心ください。あの、境の八番出口は。あの、その迷い込んだりも、せずに、あのね。八番出口から直結で、サンシャイン栄まで行けるので。 でなんかエレベーターいい感じに登ってったら SKE48 劇場あるのでその異変なんて探さなくてもね出れますのでちゃんと逆に出れなかったら怖いよね地下にはねいろいろありますので皆さんぜひ SKE 劇場お越しください待ってます <laughs> 異変を見つけたいならまあまあんか 本物の8番出口。本物の8番出口。ゲーム内の8番出口に飛び込むのがおすすめです。なんか8番出口のイベントみたいなやってほしいですよね。なかなか難しいですよね。でも、なんかずっとずっとループするんでしょうだって異変見つけられなかったら。戻らなきゃいけないし、やっぱゲームでしかできないのかな。なんか現実で、 ででききることとできないことととないってありますよねゲームの中ってまあまあそうだけど当たり前なんですけどスプラトゥーンは頑張ればできるじゃないですか <laughs> あのなんだろうほらちゃんと許可をた得,ら得られたらできるじゃないですかこんな感じでもう実際にあの武器も売ってますし 水鉄砲みたいなプシャーみたいなねやればいけますし、まあ、集まれ動物の森もなんかいい感じに集まれ動物の森プロジェクトみたいな島に移住しましょうみたいなのがあったらいけるけど虫嫌いの方は無理かな私無理ですねはい <laughs> で八番出口はまあ無理かもしれないあとは何だろうマリオマリオはマリオ わあのあれはちょっとあの頭の頭になんかつけるんですよなんかガネとあとなんかマリオの帽子の形みたいなガボって頭につけるんですけどなんか <laughs> うまくはまらなくてそうなかなかはまらなかったのでそうぼあのー。 そう上にかぶるものに必死すぎてなかなかねそうゲームに集中ができなかったのでまあ今度は集中してやりたいですね今日は一発もミヤビームも打っていませんね珍しく確かにじゃあいきましょうミヤビームうわー キャーン <laughs> あ皆さんにちゃんと届いてますか札バリアされてますけど <laughs> まあ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 札バリアまあでもいいとしましょうサツキチなのでまあ皆さんにちゃんと届いてるということではいオッケー ね、珍しくミヤビーム打ってませんでしたね <laughs> あっさんざんミヤビームミヤビーム言ってた可愛さがかわいいんスクショしましたありがとうございますみやびちゃんみたいにお腹すすいてきました私もちょっと今おがかがすきす,すいてきてます やっと打ってくれたごめんね今日ねなんかねミヤビームミヤビームめっちゃミヤビームのことについて言ってたのにミヤビーム売ってなかったんだよ肝心なねはいまあ、ミヤビームも打ったということでそろそろ配信を終わりたいと思います皆さん今日は配信を見に来てくださいありがとうございました最後にランキング読みをして終わりたいと思いますあスクショタイムを取っちゃうじゃあまずスクショタイムからいきましょう でまずピースからはいチーズ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 ,、はいチーズ ポーハチポーズ。ーーズ <noise> はいチーズ。はいチーズ。はいチーズ。<ゲル> <laughs> はいチーズ。ギャル。はいチーズ。 はいチーズはいチーズはいチーズはい、ありがとうございますスクショタイム終了ですあサツキチポーズサツキチポーズ何サツキチタヌキはいチーズはいチーズ うんありがとうございます。はい、さつきツイタイム。スクショタイム終了です。はい、ということでランキング読みをしたいと思います。えー、っと。じゅんよ横顔も横顔横顔これでいいこれ。はい、チーズ。 はいチーズ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 はい、スクショタイム終了ですはいじゃあランキング読みしますなんか 名前で呼べるようにな,なったんですけどなんかうーんああーそうそうあの名前をねランキングに入ってる人の名前を呼べるようになったんですけどあのー、なんかちょっと迷ってるんですよ自分の中で。名前呼ぶか そのままアバターの見た目呼ぶかなんか迷ってるんですうんちょっとこれ真剣なんですよ本当にそう今まで ずっとアバターで読んできたのもあるしうーん迷ってて <laughs> 迷っててちょっとごめんなさいど,どうしよう <laughs> どうしようかなこういう時に投票機能を使えばいいんですねなのでじゃあまあ私 まあまあまあ。まあ皆さんが、あの、〜何々アバターのまるさんって感じで言うなどう、おー、なるほど。じゃあその案も入れてみましょう。一応皆さんにちょっとね、聞きたいので。え、一番が、 そのままアバターで読む2番がアイコンちょっと待ってこれ書いた方がいいですねえー、っとえー、っと「アバター読み」 名前呼びよし OK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  じゃあ行きましょう一が今までのままアバター呼び 2が名前呼び3が1と2まあアバターと名前両方呼び3ちょっと字が汚くて <laughs> ごめんごめんなさいまあ投票を一応一応取ります一応ねちょっと皆さんにどれがいいかを聞きたいので取りますじゃあ行けますよせーのほい なんかねちょっと難しいですよね今までのままがいいのか変えた方がいいのかどっちも呼ぶのかどっちがいいんだろうまああの玉、まあ、はなったんですよルール的にはなんかなんだろう私の 本当になんか私のなんて言うんですかほんなんて言うんですかやっぱあれなんでどうしようかなじゃああと543 1位が多いですね。はいということで今までのままアバター呼びが多かったんですけどどうです 難しい漢字の名私も読めない,読めない <laughs> ちょっとねまだそこまで漢字力がないのであまり難しいとねうん迷いますね迷いますっていうか本当に悩んじゃう。 読んじゃうねどうしようね,ね皆さんんが平等にになるよようにしたいんですよだからなんかちょっとなんかルショールームのルール的にああちょっと読んじゃダメだなっていうなんだろうどんな名前でもそのダメな組み合わせが入ってたりするじゃないですか。なので 皆さんを平等に呼びたいんです名前を平等にね平等に読みたくてしばらくは1でいいんじゃない名前呼び気にしてない気にしてない。気にしてない しばらくは1でじゃあ皆さんちょっとごめんなさいなんですけどしばらくはちょっと名前じゃなくてアバター呼びで呼ばせていただきますごめんなさいやっぱり平等に呼びたいのでじゃあ 13位の方からいつも通り呼びますね13位モモさんありがとうございます12パンダの着ぐるみさんありがとうございます11位ホワイトトイプードルさんありがとうございます10位10位、えー、ヘッドホンしてるオレンジのペンギンさんありがとうございます9位クマさんありがとうございます 8位、黒ジャケットさん、ありがとうございます。7位、10周年アニバーサリーさん、ありがとうございます。6位、ポテトさん、ありがとうございます。5位、リスタヌキさん、ありがとうございます。4位、緑のトップスさん、ありがとうございます。3位、 川のあちゃんの旗持ってるさんありがとうございます。2位、かっぱさんありがとうございます。そして1位は、メガネかけてる平成さんありがとうございます。皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。また配信するので、その時はぜひ見に来てください。歌唱力決定戦の結果、ちょっとドキドキワクワクなんですけど、皆さんもドキドキワクワクしてます。ね、きっと。 <laughs> きっとねなので皆さんお楽しみにドキドキだドキドキだ皆さん今日はありがとうございましたそれじゃあバイバーイありがとうありがとうございましたまたねおやすみなさい